で、ここですよ。え、私が、監突宣言しました。え、監督します。の声がね、めちゃくちゃ良かった。え、このナヒーダっていう、多分草の神様なんだけど、草の神様は、神の座についてから500年経ったんかな確か。500年以上経ってるから、まあ、推定でも、まあ、最低でも500歳以上なんですわ。この草の神様。の、ナヒーダさん。だからね、でも見た目ロリだから、まあ、オタク界隈ではロリババアということですね。うん。<laughs> で私なんかね、あの、ちょっとゲームのジャンル違うんだけど、東方プロジェクトのレミリア・スカーレットっていうロリババーキャラ、まあ、ロリキャラがめっちゃ好きだから、声がね、めっちゃね、大人びててかっこいいのよ、ナヒーダさんの声が。すごい。何私はただの好きだから。ににないものああ あの、ちょっとね、私結構、何、その、レミリアの音声作品とか結構、ま、3個ぐらい持ってて <laughs>、似てるよな、よね、ナヒーダの声質が。声優さん、田村ゆかりさんだっけそう、だからね、ロリババーという設定と、あと銀髪白髪ちょっと違うのかもしれないけど、銀髪白髪と、あと声も、声の質感わ、私の一人称が私だったり、なんか月だからっていう言い方もね、似ててね。 これはね、超託としてね、ナヒーダ監突するしかねえわ。そう、声優さん一緒なんだよ。あの、キャン東方キャノンボールっていうゲームで、あの、レミリアスカルトさんの声優さん、田村ゆかりさんだったしね。はい。で、それはさておき。今日はナナちゃん使いたかったんです。なんでかっていうと、ナヒーダの声優さんが出たんよな、確か。なな待って、Twitter を開きたい。原神公式、あったあった。 ななちゃんかわいいこの原神公式ツイッターで、確か、そう、ナヒーダさんの CV が田村ゆかりさんって書いてあって、公開されて、ななちゃんも、声優さんどこで見れたっけ ?CV。プロフィール。あ、出てるね。隠れちゃってるか今。よいしょ。CV がね、田村ゆかりさんで一致なんですよ。だから、 原神のプレイアブルキャラで初の同じ人が二役演じるキャラになるのかな田村ゆかりさん。田村ゆかりさんは奈々ちゃんとナヒーラーになるのかな一応なんか、稲妻に出てくる、まあ、モブキャラか、モブキャラなんだけど、まあ、ちょっと結構大事な役を務めたてっぺーとシカ院イン平蔵が同じ声優さんだとかはあったんだけど、まあ、プレイアブルキャラでね、一人二役はね、ちょ、初です。すごい。す、すごい。もう声が、好き。<laughs> 好き。<laughs> 中国だと別あそれはね、あれだよ。 あのち、ちょ、ちょっと待ってね。お、言語変えられなかったっけ言語、ゲーム、言語、中国語に変えて、これ再起動しなきゃダメだっけ今、中国語に原神変えたんだけどさ、中国語だと、翔様の声優ってどこで見れるあ、CV、あ、これそっか。言語も中国語に変えなきゃいけないのか。ダメか。なんか、中国だと、誰だっけ蝶雲と翔が同じ声優だったり、なんか三役務めたみたいな話もあるで。これ、日本語って出て戻せばいいんだ。わからなくなっちゃった。言語、これか。<laughs> ああ、これ絶対あれだな。手滑って言語アラビア語に変えたら戻せないパターンね。<laughs> かあ、ちょ、めちゃくちゃ楽しみっす、私。ちょ、ナヒーダは貫突します。えー、約束します。武器も貫突するわ。弱くてもね、絶対やる。あちょ、楽しみにしててほしい。で、まあ、ナヒーダに相当なものをつぎ込むつもりだから、んー、ちょっとティナリとか、コレイとか、ドリーは、ちょっと考えようかな。<laughs> 多分ティナリが星5なんですけどね。